リップピアスです。このピアスは専門学生になってから校則がなくなってつけたんですけど、うん、このリップピアス開けてからすごい覚えてくれることが多くて、あ、口のピアスの子ねって覚えてくれて、もうすごいお気に入りで、これも本当に開けてよかったなって思って、すごくお気に入りです。このリップピアスはおすすめです。痛くないです。これはオーパラディのフルールっていう香水です。これはもう本当に3本目かな、すごいずっとリピートしてて、この香水すごい好きで、これも5000円くらいで買える、すごい安くてすごいコスパのいい香水で、なんだろう、すごい柑橘系の匂いですごい好きで、これはもう本当に気合い入れる日毎回つけてます。これはマックのリップのパラマウントっていう商品です。あ、美容系みたい、すいません。これは私の大親友からもらった誕生日プレゼントでもらったんですけど、私の初めてのデパコスで、本当にすごい思い出のあるリップで、これはもうずっと使ってて、やっぱりこれ見るたんびにすごい高校、あ、楽しかったなーって、これ高校の親友からもらったんですけど、もうその人はもう一児のままで、もう自分もドキドキしながら生活します。ちゃんみなさんと阿部真央さんのライブ DVD とファンクラブに入ってたらもらえる冊子です。このアーティストさんたちは、私は中学生の時、正直学校に行けない時期とかあって、なんかその時に背中をすごい押してくれたアーティストさんで、もう本当に歌でこんなに人生変われるんだなと思えるくらい変えてくれたアーティストさんたちで、その時からアーティストさんを支えたいなって思って、そこからこの美容系に興味も出たし、アーティストさんのヘアメイクをしたいなって思えるきっかけを作ってくれた大好きなアーティストさんたちです。これはもうこれを見て毎回学校頑張ろうって思えるもので、もうちょっとすごいボロボロなんですけど、これはもうすごいお気に入りです。これはお金に変えても変えれないものだと思ってます。これは私の専門学校のお友達です。私のこのお友達は本当に超がつくほど変わってる子で、すごい授業の合間に本当にチラッと話した、私スキンヘッドにしてみたいんだよねって言ってて、その4日後に本当にスキンヘッドになってて、なんかもうそれ見た時、時が止まって、なんか、あ、本当にスキンヘッドになってるって思って、もうそっから本当に、あ、すっごい変わってるこの子と思って、もう本当に大好きで、もうこの子がいなかったらこんなに学校生活楽しくなかったんじゃないかなっていうくらい、すごい大好きなお友達です。もう毎日青ジャージ、スキンヘッド、ドンペンのサンダル履いて登校してくるすごい変わった子で、もうカバンの中とかも、もう信じられないくらいもう悲惨な状況で、もう本当に毎日笑わしてくれるすっごい大好きなお友達です。アイテムじゃないけど、ちょっと紹介したくてこれは紹介しちゃいました。大好きなお友達です。毎日ありがとう。次のアイテムは特別に紹介してもらうんですけど、ヘアメイク総選挙で優勝した盾です。私にとって初めてのコンテストで、こんなに素敵な賞をもらえて本当に嬉しくて、特別に紹介させていただきました。これはこれと10万円もらいました。まだ使ってないんですけど、
優勝したよって親に言った時すごい喜んでくれて、なんか初めて親孝行まで行かないけどすごい嬉しくて、なんか今でもその時の電話で言ったんですけど、もうすっごい嬉しくて、もう結果を聞いた瞬間に一番に電話しました、親に。これもう本当にありがたいです。本当にありがとうございました。これからもたくさん賞を取っていっぱいお金もらいます。次回のヘアメイク総選挙でも優勝を狙って頑張ります。ありがとうございました。以上、私のお気に入りアイテム11個紹介させていただきました。ありがとうございました。